頑張ってる姿を見て、よし、やらないといけないなっていう。三振、ストライク、6球目から三振。甲子園でね、いろんな戦いしてきて、それで得るものがそこで生きてくるんですね。清原和博、桑田真澄。今、日本の野球界に君臨する2人の怪物。桑田は一番いいバッターは清原だって言うし、清原はやっぱり一番いいピッチャー桑田はっていう。西武清原和博、読売桑田真澄。清原君に悪いような気がするんですが。運命のいたずらに翻弄されながらも燦然と輝き続ける2つの星。かつて再会という言葉に日本中が何かを感じた。コーナーが蘇りました。もう絶対コーナーに負けたくなかったし、絶対勝たなきゃいけない。かつて再会という言葉に日本中が魅了された。意地で結構投げたとこもありましたしね。勝つと、その勝負に勝つっていうのを燃やしてたので、ね、そして今、再会という言葉に人は夢を託す。20世紀が誇る伝説の怪物 KK。 僕にとってはやっぱりすごい影響を受ける存在の人たちですね。今宵スポコムが崇高なる KK 神話の扉を開け放つ。締めくくりました。決勝戦のノーヒットノーラン。勝負はしません。鈴木がセンター前に持っていきました。自信はありましたけど、この調子で甲子園も行きたいと思ったんですけど、清原と2人でここまでやってきましたし、桑田は助けるのが楽だったね。対決したい。2000年ペナントレース、栄光のラストスパートへ向け、長島巨人の命運を握る2人の怪物に迫る。すべてあの母なる大地甲子園から始まった。白球の聖地に刻まれた魂の記憶。現在プロ野球で活躍するスターの中にも、甲子園の土を踏んで大きく羽ばたいていったものは多い。野球少年の誰もが憧れ、そこに立つことを夢見ていた。そしていつしか怪物という言葉が甲子園から生まれた。世紀末の甲子園で怪物という名を独占した松坂大輔。あの決勝戦ノーヒットノーランは記憶に新しい。ノーヒットノーランにあと1球。記念大会を締めくくる横浜松坂決勝戦のノーヒットノーラン。ノーヒットノーラン、やってみればとか言って、みんながみんなただ完封で終わっちゃなんか面白くないとか言って数十年に一人の逸材、松井秀喜。大きく伸びる、右中間だ。さあ、ボールはどこまで届く。しかし、最後の一戦。勝負しませんね。敬遠のフォアボールです。勝負を避けられ、5打席連続敬遠。勝負はしません。怪物は一度もバットを振ることなく甲子園を去った。勝負させてもらえなかったっていうことはどうですか。まあ、それは相手の作戦なんで、自分は何も言えませんけど。
今と変わらぬ甘いマスクの高橋由伸はバッターとして大気の片鱗を見せつけ、さらにはピッチャーとして悲劇の主人公を演じていた。一、二塁か、抜けたランナーを止める、ボールが返ってきた、このボールが取れる、無情。今思えばすごいいい思い出になるんですけど、その時は悔しい思いしたんで、もう一回やりたい。元木大介、今や球界の好打者として名高い男も、かつては超高校級のバッターとして甲子園を沸かせていた。日本を代表するサウスポーは伸びのあるストレートと落差の大きいカーブを武器に偉業を成し遂げた。大記録まであと1人、ようやく決まった。5球目スイングアウト、名古屋電気高校奥野投手ノーヒットノーランを達成。周りは気にしないって考えて、ただキャッチのミットだけを7回頃からそうじゃないかっていうことで、できるなら狙ってやろうっていう考えで投げました。しかし我々の記憶に焼き付いて、決して忘却の彼方に葬り去ることのできない二人の怪物、清原和博、桑田真澄、今もなお日本球界を席巻し続ける KK という二文字。1983年夏準決勝、彼らは突如として甲子園に現れた。当時山彦打線と称され、3期連続の優勝を狙う徳島県立池田高校の全盛期。しかし、おお、上がった、レフトが見上げるだけだ、ホームラン。背番号1の水野が背番号11の桑田に打たれました。PL 学園1年生ピッチャー桑田真澄の投打にわたる活躍で王者池田を圧倒。誰もが目を疑う最強打線の完封劇だった。徳島代表池田高校3連覇ならず。そして決勝戦、そこには甲子園第1号を放った1年生4番バッター清原和博の姿があった。あの夏、戦前の予想を全て覆した PL 学園に二人の怪物はいた。まあ、体はでかいし、遠くへ飛ばす能力ってのは持ってました。持って生まれた遠くへ飛ばすね、低いボールをね、投げて80メートル近く超えてたかな。桑田がピッチャーとして高いボールなんて 18.44 メートルでは必要ないんだと、キレのいいボールを投げるんだとか、ストレートのキレはもうアウトコースなんか特にいいボール投げてましたね。桑田清原がどう成長するかっていう、監督の僕としてのね、プレッシャーかかりましたよね。1983年夏、2人の怪物1年生、それはあまりにも衝撃的な事実だった。 KK 伝説はここから始まる。当時の先輩たちは彼らをどのように見ていたのだろう。レフトへ飛んだ、レフトへ飛んだ、レフトへ飛んだ。1年上の先輩清水哲、大学時代
試合中の接触で首を骨折。以来首から下の麻痺を余儀なくされるも、寝たきりの生活の中、必死の執筆活動で本書を出版。そんな清水哲が驚愕の事実を教えてくれた。もう優勝した時なんかはほんまに桑田のボールが取れないんですよ。それぐらいキレがすごかったです。当時のキャッチャーでキャプテン、1年上の先輩清水隆もこう追随する。毎日受けてなかったらやっぱり取れないですよ、試合では。はい、怖くてボールの質が違うんですよ。はい、綺麗です。守ってて普通カキンっていうね、あれが普通の音なんですけど、ピョンっていうような変な音するとへっこんでヒビがバッて入ってるんですよね、金属バットに。これはやっぱりすごかったですよ。金属バットをも凌駕する恐るべきストレートの切れ味。やっぱり PL っていう打球は払う、まあ、PL のグラウンドっていうのは、まあ、レフトライト90にセンター120あるんですけど、でフェンスがまあ2メートルぐらいですかね。その後ろにまた大きなネットがあるんですけど、その越えて道路があって打点練習場があるんですよ。その打点練習場に軽々く飛ばしてましたね。恐るべき飛距離を誇る怪物清原の痕跡は今もなお PL 学園のバックスクリーンに残されている。もうあの上の方ですよね、いつも当たるのは。こうハゲてるじゃないですか、ちょっとこう、これを超えていくんですよ、これを。まあ僕ら卑怯でした。清原に金属オーバーアットをね持たしてたんで、ね、それはちょっと今考えれば卑怯かと思いますわ。伝説の怪物 KK。 しかし PL 学園に語り継がれる真の伝説はさらに驚くべきものであった。努力あいつすごいなっていうものがあったでしょうね。怪物の怪物たるゆえん、超怪物たる秘密。あれはもう清原にとってすごく屈辱的な思いやったんじゃないですかね。怪物1年生としてデビューした夏の甲子園、あの時全試合で大車輪の活躍を見せた桑田に対し、決勝でのホームラン1本のみに終わった清原。大会後桑田だけがオールジャパンに選ばれていた。桑田に先を越された、それがあったからこそ桑田以上に活躍したるんやという思いは強かったと思うんですよね。本当に死ぬほど清原バット振ってましたよ、夜中のね。本当に12時1時過ぎでもね。清原はもう裸になって夜ブンブン素振りしてる、もうこう汗でね、体がこう汗びっしょりの中でスイングしてるとかですね、そういう姿はよく見ましたよ。だから不意に運転練習場行ったらやっぱ彼らいつもいたし、清原がバットを抱いて寝てたって、清原がバットを抱いて寝てたって、同じ布団に入れるぐらいの、はあ、まあ、常にバットが手に届くようなところには置いてましたね。努力する怪物清原和博の伝説。桑田とかはもうずっとここで走ってましたね。桑田が走ってた頃はもう全部白かったですけど、やっぱあれなのかな。かつて南原が取材で訪れたジャイアンツ球場、そこで目の当たりにした桑田ロード。何考えて走るんだこれ、なんだこれ。なんとそれと同じロードが PL 学園のグラウンドにも存在した。ずっと走ってて、で練習終わって行ったら朝になったらゴルフ場を走るんですよね。夜も走ってましたから、走り込んできましたから。練習が終わったら桑田がいないって、まあ、桑田はもうすぐ芝生のあるところでランニングしたりですね、ゴルフ場を走ったり、また
あ、彼はもう心臓が破裂するんじゃないかっていうぐらいに走り込んだ。努力する怪物、桑田真澄の伝説。桑田清原もね、するんですよ。あの二人がするとね、僕らみたいな下手なものがしないわけにいかないんで。僕らやったらやっぱり妥協するじゃないですか。もういいんじゃないかっていうふうに。いやまだまだこれじゃ負けますよとかね。僕は一つ上なんですけど、よく言われましたよ。もっとちゃんとしてくださいとか。彼らはそれなりの、それ以上の努力をしたっていう。彼らがそれだけやる、それにこう引っ張られていくんですよね。二人の怪物、KK、伝説の努力。やがてそれはチームにも蔓延。努力に勝る天才なし。これが PL 学園最強の秘密。かくして才能高き努力の軍団は黄金時代を作り上げていく。83年夏の甲子園以来、優勝こそなかったものの、全ての甲子園大会に出場を果たして輝かしい実績を残す。言うまでもなく、 KK も年々その凄みを増し、最強の高校球児へと進化を遂げていった。そして85年、2人は最後の夏を迎えた。一回でも多く効果を出るように精一杯頑張りますので。桑田君は頑張りますので応援お願いします。すごい。 KK 最後の甲子園、もはや彼らを止めることのできるものなどこの日本には存在しなかった。桑田が投げ、清原が打つ。 PL 学園が誇る単純明快な勝利の方程式。あの夏、日本中が KK に釘付けとなった。これもレフトへ行った。2打席連続ホームラン。決勝戦、桑田にばかり視線が注がれた1年の夏を払拭するかのごとく、最後の最後に清原が見せた。やっぱりやった清原。さあ打った。センターの藤井のところに飛んだ。藤井が見上げているだけだ。ホームランだ。恐ろしい。甲子園は清原のためにあるのか。もう化け物ですねこれね。ねえ、まあ高校生じゃないですよ。うん、そして同点で迎えた9回裏。投球が8球目。セカンドの右を向いた。センターの右だ。打球が転がっていく。ランナーは三塁を回った。 PL 学園が勝った。85年の夏は PL 学園が制しました。桑田清原、3年の夏を締めくくりました。桑田真澄、甲子園通算20勝。清原和博、甲子園通算13ホーマー。 KK の夏は終わった。数々の伝説と努力の痕跡を残して。時は流れ2000年、清原和博はどん底の二軍生活から驚異の復活。怪物としての輝きを取り戻している。一方、桑田真澄は経験を十分に生かした頭脳的なピッチングでリリーバーとして勝利に貢献している。 PL 学園で力を合わせ、数々の栄光を手にしてきたあの日のように。読売、桑田真澄。かつて運命のいたずらに翻弄された二人の怪物。その昔、KK 対決という言葉が日本中を沸かせていた。桑田と清原が深い因縁を背負い、互いの誇りをかけて戦った史上最高の名勝負。テレビ視聴率最高 56% を記録した壮絶にして究極の死闘。気で押し合いしてるわけですね、こうやって。最高の日本一議席で KK 対決を見たのは僕じゃないかと思ってます。
彼を倒すために高校時代からね、高校1年の時からいかに彼を打ち取るか、勝負に勝つってそういうすごい執念を燃やしてたんでね。桑田真澄、清原和博、20世紀最強のライバル対決、その全貌が今明らかになる。85年夏、2度目の全国制覇を成し遂げた2人の怪物。しかし残酷な運命が2人を待ち受けていた。その年のドラフト会議、大学進学を希望する桑田に対し、清原は憧れの巨人軍入団を熱望していた。だが西武清原和博、目にうっすらと涙が溜まってるようなんですが、読売桑田真澄。清原君に悪いような気がするんですが。願いの叶わなかった清原は西武に入団。目標は打倒巨人、打倒桑田真澄へと変貌していった。まあ、桑田に追いつけ追い越せで3年間やってきまして、うん、絶対桑田に負けたくなかったし、巨人に桑田が行ったってところで負けたことで、一番悔しかった。87年、2人はオールスターの大舞台で再会を果たす。初球レフト、壮絶を極める KK バトルは、清原の復讐劇で幕を開けた。強烈なライバル心に燃える清原、日本シリーズでも桑田からヒットを放つ。そして念願の打倒巨人を果たし、涙を流した。 KK 対決、そこには並々ならぬ空間が存在した。それは高校時代、究極のレベルで共にしのぎを削った二人ならではの闘争劇。彼と対戦するのは僕楽しみでね。あいつがどういう性格してるかっていうのも知ってるしね。あそこまで届くように頑張るよ。最後に熱い思いするのは僕なんで、余裕ですね。そして94年、伝説の死闘が日本列島を揺るがした。ペナントレース最終戦で劇的優勝を果たした巨人、桑田は見事なリリーフで胴上げ投手となっていた。一方、パ・リーグを制したのは、その圧倒的な強さで黄金時代を築いた西武ライオンズ。また桑田君との対決もありますよ。それは日本シリーズ第1戦、先発桑田に対し清原は強烈な洗礼を浴びせた。甘く入ったスライダーをライトスタンドへホームラン。2度目の対決も清原がライト前ヒットを放ち、迎えた3打席目、桑田は清原から空振り三振を奪ってみせた。しかし、まあ、やられて夜やっぱりいろんなこと考えるわけですよね。で、何が一番そのモヤモヤを消せるかって、もう僕は先発ピッチャーですから、完投して勝つしかないですよね。そして2勝2敗で迎えた日本シリーズ第5戦、ついに死闘の幕は切って落とされた。大満員に膨れ上がった西武球場、2勝2敗で迎えた日本シリーズ第5戦。1回裏、ワンアウトランナー1塁3塁、大切な場面で清原に打順が回ってきました。何か面白いことが起こりそうな予感はするんですが。4番ファースト清原。さあ、バッターボックスに向かう清原。このシリーズ4打数3安打1打点、ライバル桑田を打ち込んでいます。一方の桑田、日本一に向けもう打たせるわけにはいきません。プレイボール。桑田、巨人のエースはお前だ、任せたぞ。いつものごとくボールにつぶやく桑田。その時我々は信じられない光景を目にする。マウンドの桑田と同じように清原までもが何かつぶやいたのである。もう桑田の真似した。あいつがブツブツ言うから僕も前前前前ってね。この試合を当時解説していた東尾治はそのシーンをこう分析した。長い付き合いですから、桑田の考えもよく知ってますから、清原自身も気で負けないように
彼がああいうふうに口に出して気を出したっていうのは初めてで、この時清原は何とつぶやいたのか。前で前でって言ってたんですよ。自分でね、その球を差し込まれないように自分で前で打つ、前で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 ってそういうふうに打ってたんですけどね。投手と投手にぶつかり合い、どれほど桑田を打ち込もうとも清原は立ち向かっていった。そのもう一つの証、長距離砲のスラッガー清原が桑田に対してだけはバットを短く持っていたのだ。まあ対してその長く持ったからどう、短く持ったからどうのことあんまり大して変わりはないんですけどね、その精神的にちょっとバット短く持ってるのよっていうそういう余裕を持たせてね。初回ワンアウトランナー一三塁で見せた清原の執念は果たして。清原が打ってライト松井がフェンスいっぱいで取った。そして三塁ランナーの大塚がタッチアップでホームイン。今日も西武が先制です。しかしその後ジャイアンツが追いついて迎えた6回、尾形に満塁ホームランが飛び出し5対1、ジャイアンツが4点のリードを奪った。そして6回裏、ワンアウトランナーなしの場面でこの日3度目の対決を迎えた。状況からすれば6回で5対1ですから、そんなに勝負決まってないところで桑田が闘争心というのが見えましたよね。周りの人には悪いんですけど勝負させてもらったっていうかね。桑田はこのシリーズ最高のストレートを清原に投げ込んだ。そして待っていた驚異の結末。さあ6回、4点を追いかけて清原がバッターボックスに向かいます。ここは桑田どう攻めますか。通常ならば桑田は勝負を避けるところなんですが、どうでしょうか。その初球、桑田はキャッチャー村田のスライダーという要求を拒んだ。僕のインコースとシュー、まっすぐシュートは絶対打てないという僕も自信があるんですよね。彼も外の甘い目は絶対打てるという自信持ってると思うんですよ。でもインコースに行かざえて。桑田が選択した一球とは。キヨ、俺の最高のボールで勝負だ。勝負や桑田、さあかかってこい。さあ桑田振りかぶって第一球。おりゃ、なんやと。何、桑田が選択したボールはなんとど真ん中のストレートだった。桑田はなぜ危険を伴う勝負を挑んだのか。桑田の秘策、それはこの桑田のフォームにあった。三塁側に大きく跳ね上がるこのフォーム、この試合桑田がわずか10回ほどしか見せなかった必殺のジャンプ投法。なかなかなってますか、ああいう状態になるっていうのは難しいんですよね。本当の気持ちが入んないとああいう風に飛び上がるっていうのは、もう力いっぱい自分の持ってるスピードボールで調整しようっていうね、出てますから。それは桑田真澄渾身のストレートを生み出す究極の投法だった。これはもうコントロールとか関係なしに、もうスピードでチャレンジしようと思うときはそういうフォームになってしまいますよね。どうしてもこう全力でいくもんですから、最後になんかその跳ね返りみたいなんでバッとこう少しジャンプしてしまうんですよね。最高のストレートで勝負したい。果たして。あ、これは清原もん出ました。バックスクリーンへ桑田から打ちました。恐るべき清原の底力、桑田渾身の一球はバックスクリーンへと突き刺さった。マウンドの桑田はその時かすかな笑みを浮かべているようにも見えた。真ん中にもう全力で投げた、それだけです。あとはもうどこ飛んでいこうがもうボールに効いてくれって感じですよ。だが KK 対決はこれだけでは終わらなかった。ジャイアンツ6点リードと広がった8回、第7戦に備え桑田温存をベンチは考えたが、この男は続投を志願した。
まあ、7回も行って帰ってきたらもういいだろうって言われて、もう我が交代だダメだって言われたんですけど、堀さんお願いします投げさせてくださいって。もう一度清原と勝負がしたい桑田の意地、そしてこれが KK 対決ラストバトルとなる。基本的にはもうあいつはすごい強気なんですよね。だからストレートホームラン打ってもまあ普通のピッチャーなら違うコースに逃げようかなっていう考えるとこはあいつもう一回同じ球種同じコースに投げてくるようなピッチャーですからね。そのぐらい強気なピッチャーですから。第4打席初球ホームラン打たれたジャンプ投法でど真ん中へのストレート勝負。やっぱり微妙に自分もど真ん中で勝負したいんだけど打たれたくないもんだから打たれないところへ投げてるんですよ自分ね。確かに第1球渾身のストレートはインコースに少し外れていた。2球目のシュートはファール、カウント2なし。キャッチャー村田のサインは、まあ、1球様子見ようと遊ぼうと、低めのボールでも振ってくれればラッキーだと。しかし桑田は村田のサインに首を振った。そうなってるからね、僕らやっぱり打ち取りたいから策を練るけど、桑田自身は嫌なんでしょうね。もうそう、桑田は3球三振を狙っていたのだ。村田の表情が全てを物語っていた。クールと言われた男が大舞台の刹那垣間見せた意地だが、3球三振を狙って投げ込んだストレートは外れてボール。続く4球目、村田は桑田の心境を察していた。一戦打たれたスライダーでも掘りたいんかなと出したらうなずくから、ああ真澄らしいなと。第1球、前の打席でホームランを打たれたど真ん中のストレート、そしてウイニングショットに選んだボールは第1戦でホームランを打たれたスライダーだった。どう転んでも負けれないという気持ちありましたからね。想像を絶する意地と執念の真っ向勝負、因縁の KK バトルは最高のクライマックスを迎えようとしていた。カウントは2ストライク1ボール、追い込まれています清原。巨人6点リードの8回裏、勝負の行方は決まっていますが、この2人の対決は最後まで目が離せません。清原もう一発いったれ、桑田位置見せてくれ。マスミ、ホームランを打たれたスライダーで勝負だ。さあ来い。ありがとう村田さん、もう勝負だ。キヨ、もう打たせてなるものか。村田のサインに大きくうなずきました桑田。お前の性格はよう分かったの。勝負や桑田。さあ2エンド1、ピッチャー桑田、清原に対して4球目。おりゃー、もらったー。衝撃の結末はいかに。 KK 対決は大詰め。前の打席でスライダーをホームランされた桑田、どう攻めますか。マスミ、ホームランを打たれたスライダーで勝負だ。さあ来い。ありがとう村田さん、もう勝負だ。キヨ、もう打たせてなるものか。村田のサインに大きくうなずきました桑田。お前の性格はよう分かった。勝負や桑田。さあ2エンド1、ピッチャー桑田、清原に対して4球目。94年 KK 対決は清原の圧勝に終わった。しかし日本シリーズを制したのは長嶋巨人。それは清原が初めてジャイアンツに喫した敗北だった。その勝負に勝つってそういうにすごいあの執念を燃やしてたんでね、日本シリーズで勝つために1年間やってきて、
まあ、結果的に負けた、もう本当悔しい、その一言ですよね。7打数5安打3ホーマー、桑田は清原に打ち込まれた。だがそれは最高のバッター清原と真っ向勝負した魂の記録。僕がね、世界ナンバーワンというバッターだと認めてるだけあって、やっぱりすごいバッターですね。伝説の KK 対決はここに幕を閉じた。高校時代から互いの存在をハードルに切磋琢磨してきた2人のライバルだからこそ、正面からぶつかり合った2人だけの空間、そして KK 伝説は新たなステージへと続く。伝説の聖戦から3年、清原は憧れ続けた巨人軍へ。小学校3年生の時から、野球を始めまして、巨人軍というのが、僕の心の中にありましたから、命がけでやるつもりでいます。11年待って一緒にプレーできるというのは非常に嬉しく思っています。因縁の2人を巡り合わせた運命の再会。しかし清原は巨人軍のプレッシャーに苛まれ、なかなか結果を残せない。一方桑田は肘の故障から復活を果たすも、全盛期のピッチングを取り戻すことができず、長嶋巨人は3年連続で優勝を逃すこととなる。そして2000年、復活をかける清原は鹿児島県を訪れ精神修行を行っていた。300度を超える炎を前にして不動心経を唱え続ける。この過酷な修行を敢行した清原は一通の手紙を残していた。プロに入って15年、甲子園のギラギラした自分を、もう一度あの時の輝きを取り戻す。今シーズン怪我で苦難の二軍スタートを強いられた清原は、高校時代の輝きを取り戻そうとしていた。そう、2000年、清原が目指したのは自分の原点でもある甲子園でのバッティング。清原の中では甲子園が一番というのが持ってると思いますよ。僕はあのホームに近づきたいと、もう一度ああいう風に打ちたいって言うんで。2000年、清原和博、鮮烈なる復活劇。その裏にあった甲子園というキーワード、怪物の恩師が衝撃の事実を指摘した。キャラなんだったら高校生だったね。高橋君、星さん、シエター、2列目3列目ダイビングシートだ。いたか、第100のアドレナセブン。2000年にかける清原の決意、甲子園時代のバッティングを取り戻すという決意。それは一体何を意味するというのか。高校時代というのは無心にやってたんじゃないかと思いますね。キャラなんかあったら高校時代だったらね、3年の時なんか来るなら来いというな感じでね、精神的な面で来るなら来い。技術論じゃなくてハートやと思いますね。僕の頭の中では高校時代の清原のあのホームがあるんでね。今の清原って来るなら来いっていう感じで、バットコントロールなんてもう自由にできる選手ですから。あの日清原は輝いていた。来るなら来い。さあ、怪物の強い意志を持って輝いていた。甲子園は清原のためにあるのか。そして今、来るなら来い。怪物の強い心を持って再び輝き始めている。絶対打てるってね、自分で思い聞かせて、絶対打たろう、絶対打てる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 。2000年、清原和博が取り戻したもの、それは怪物の心であった。現在ペナントレースを独走する長嶋巨人、記念すべきミレニアムの優勝、
そんな夢を実現するべく究極の KK 伝説が存在していた。95年右肘の故障から野球生命をかけた手術、厳しいリハビリを経てたどり着いた復活のマウンド。清原和博、巨人での記念すべき第1号はあの桑田復活の日であった。本当今日桑田の復活した日に花を添えることができてよかったと思います。彼はやるときやろうと絶対やってくれるし。そして2000年、清原が1軍復帰を果たして今シーズン第1号を放った日、マウンドに立っていたのは桑田だった。自分だけのことを考えないですよね。彼らはね、甲子園でね、力を合わせた仲間が打たれたらやっぱり打ったろうと思うやろうし。実際桑田が投げた日の清原の打率は驚くほど高い。これは偶然か、いや必然か。桑田なんかは清原が後ろで守ってくれてる、そういうことで安心して投げれると思うんですよ。清原が打ってくれるわと。清原自身も俺が打って、まあ、楽にさせたろうという。当時から清原が打ったから俺も頑張ろう、桑田も頑張ってるから俺も打とうって。清原はね、桑田も清原がいてやれてこれたし、清原も桑田がいてやれてこれた部分もあると思うんですよね。桑田は一番いいバッターは清原だっていうし、清原はやっぱり一番いいピッチャーは桑田だっていう。 KK の真実、これほどの友情がこの世にいくつ存在するというのか。二人は多くを語らない。だが PL 学園から始まった二人の絆は今も色あせてはいない。清原君がホームランを打ってくれた援護射撃、助かりました。清原と二人でここまでやってきました。桑田は助けるのが役やったね。何が何でも桑田は助けようと思いました。これぞ紛れもない究極の KK 伝説。 KK が聖地を去って13年、世紀末甲子園に舞い降りた一人の怪物、松坂大輔は KK に何を思う。影響を受ける。自分のお茶はこれって言えるお茶、初めてだな。美味しいぞ。キリン生茶、これが生茶葉の旨味っていうのはどうなんでしょう、荒木さん。そうですね、やっぱり相当良くなっている証拠だと思うんですよね。というのは、負けるな、スーパースポーツドリンク。スピード素直にかっこいいなと思って、日本シリーズで本当2人が力と力の勝負やってるのを見て、プロってすごいな、僕にとってはやっぱりすごい影響を受ける存在の人たちですね。本当の真剣勝負になるとやっぱり日本シリーズしか、僕としてはそのやっぱり一番大きな舞台で、まあ、桑田さんと投げてみたいし、清原さんと対決したい。果たして怪物対決は実現するのだろうか。 KK、 今二人の怪物はさまざまな試練を乗り越え、栄光に向かって走り続けている。共につかむ優勝、それはあの夏以来のフィナーレとなった。15年前のあの夏が再び、桑田清原3年の夏を締めくくりました。